熊八です。ワードプレステーマシリーズ172回目、今回はですね、今ご覧になってますシンプルデイズなんですけども、なんとこのテーマ、久しぶりのモバイルファースト AMP 対応テーマになっているようでございます。どこまでね、どんだけできるのか、そういったところをね、一つ一つちょっと見てみたいなっていうことで、今回はね、こうやって日本語の説明がありますので、すごくわかりやすいです。ということでね、まあこれ読んでても、本当にどうなのかっていう部分わかんないんでね、実際入れてみましょうということで、新しいワードプレスを用意しました。ワードプレスのバージョンは 5.2.4 で、やっていきます。ではですね、早速この外観の中に入っていってですね、テーマが開くとね、新規追加で、探していこうと思います。ないですね。まあそういう時にもうスペル間違えないようにこうやってコピーってここに貼り付けてみます。はい。そうするとね、ここにありますので、インストールのボタンをクリックします。はい。インストール終わるとね、有効化のボタンがありますので、クリックして有効化します。はい。
日本語でね、こうやって出てきましたね。で、まあ、ヤーマンアドオンズをちょっとインストールしましょう。で、インストールが終わったら有効化してください。はい。まあ、要はね、このヤーマンアドオンズっていうのが、まあ、必須プラグイン扱いになるんじゃないかなと。まあ、そのように思ったりするんですけども。まあ、ホームページのカスタマイズとかでプラグインのインストールっていうのが新しくできてます。で、こういう形でね、ちゃんと解説されてます。ということは、まあ、固定ページ、今回はね、さっき作ってますので、トップページになるページを設定するだけでいいってことなんですよね。で、ここのテンプレートの部分です。で、カスタムホームページを選択して、まあ、これちょっと、空のページにするつもりで、更新いたします。で、こちらの表示設定の方でね、固定ページを選択して、フロントページにしたい部分とブログ等を選択しておきます。この状態で、まあ、もう一度外観に戻ります。で、まあ、さっきプラグインのインストールも終わったんですが、一応確認のため開いておきます。まあ、この二つがね、設定されているということで、全部で三つですね。インストール終わったらね、有効化してください。すると、インストールが終わったらですね、プラグインのインストールのページが、ここから消えましたね。で、先にね、このチャイルドテーマっていうのを開いてみます。まあ、これプラグインでね、ワンクリックチャイルドテーマというものを、インストールしてるとですね、このように出てきます。で、テーマの名前とテーマの説明なんですけども、まあ、こういう感じで、シンプルデイズチャイルドとします。で、シンプルデイズの固定マとしてですね、やっておけば、まあ、ここは自動取得なので、このボタンを押すだけで OK です。で、このワンクリックチャイルドテーマの入手方法、使い方などはですね、
YouTube 動画詳細の中に、リンクを入れてます。で、使い方は動画を確認してください。入手先はですね、うちのサイトのアドレスになってます。今ね、ワードプレスの方で、配布がないので、うちのサイトからしかダウンロードすることができません。はい。ということでね、固定マを作成しちゃいます。はい。あっという間にね、固定マができちゃったんですけども、まあ、親テーマでね、カスタマイズしてもよくあるんですが、まあ、100% その設定が固定マ入れたからって受け継がれる保証がないので、まあ固定マから二度手間しないようにカスタマイズしていきます。いろいろとね、こう、出てるんですけども、まずはサイトの設定からですね。まあよくあるサイト基本情報じゃないかな。まあそんな風に思っております。まあサイト基本情報はですね、ここを触る必要なくですね。まあここでサイトアイコンの選択っていうのがありますので、まあ、いつもこれを利用してるんですが、ここはですね、ロゴなんかと違って、どのテーマになっても、この512以上の、正方形っていう条件は変わりません。で、設定ができたら、これ一回公開ボタンを押しておきます。まあ、一個ずつね、こうやってやってると、ここまでやったのにっていうことがなくなります。で、背景画像は、指定できるんですけども、まあ、正直この背景画像によってですね、文字が消えたりする可能性もあるので、まあ、僕はできるだけやらないようにします。で、ホームページ設定は先ほど言った通りの、感覚ですね。はい。で、このボックススタイルですね。フラット、シャドウ、ね。今回シャドウをちょっと選んでみようかなと思います。で、フォントですね。まあ、この中から選ぶことになるんですが、まあ結構ね、フォントに関しては、細かく設定できるみたいでですね。はい、こちらで、フォントをこう設定するんですけども、まあ上の方だけじゃなくて、ね、結構下に行くとですね、ここで日本語の設定が可能になっております。はい。ここでね、しっかり、こういう感じで、設定していくといいと思いますね。はい。これがね、やっぱり、
一番大事な部分かなとは思いますね。今ちょっと変わったのわかります?で、もしわかんなければ、まあちょっと、動画をね、巻き戻して、文字がどのように変わったのか、しっかり見ていただけたらと思います。で、こちらにオプションっていうものがあります。はい。まあ、こういった形の、レイアウトっていうことじゃなくて、画像がない場合に、何を表示するのかっていう部分ですね。はい。で、404のイメージ。で、まあ、この辺はね、あんまり、正直な話ですね。あんまり力を入れなくてもいいかなって思うところなんですね。それよりも先にもっと力を入れなきゃいけないところがあるので、ね、で、まあ、スタイルシートの表示方法になるんですけども、まあ、実際これは、どういうふうにするかっていうのを、もうちょっと検討する必要があります。まあ、このあたりをね、どういうふうにしたらいいのかっていう、まだ研究しないといけないんで、とりあえず、ちょっと保留にしといてですね。まあ、画像がない場合にどういう表示をするか。まあ、カミングスーンにするのか、ノーイメージにするのか。まあ、ノーイメージでね、まあ、多分アイキャッチ画像が表示されるようなところに、アイキャッチ画像が表示されてないと、こういう表示になるのかもわかんないですけど。まあ、サイズがね、指定されてないので、まあ、サイズをどのサイズで作るのかっていうところからね、ちょっと迷いそうな気もしなくもないですけどね。まあ、こちらにしてもそうですね。はい。まあ、この辺がね、サイトの設定ということでくくられててですね。次に色ですね。まあ、とにかくね、結構な色とかスキンとかそういったものがですね、こんな感じでね、簡単に変えれるようになります。なので、まあ、色に関してね、細かい設定が必要になります。まあ、この辺なんかもね、ここだけで変えれるんで、初心者の方なんかは、逆にありがたいかもわかんないですよね。タイトルの文字の色とかね、そんな細かいところまでしっかりここで選ぶことができるんで、なんかもこういう形でね、選んでいけます。
で、メニューの背景色とかね、文字の色とか、そういったものまで全部指定できるようになってます。なかなかこれいいんじゃないでしょうかね。だとね、グラデーションカラーってなってますけど、サイトのグラデーションカラーを選びますっていう感じで。ヘッダー、フッター、サイドバー、インデックス、記事の見出し。記事の見出しにもグラデーションを入れられますよっていうね。で、ヘッダーの設定ですね。こちらで、ロゴを選ぶことができます。デフォルトは360。ここにね、サイズを変更したりすることができるところがあったりします。デフォルトは360ですね。で、こういったことをね、デザイナーさんに最初に伝えておくと、それに合わせて作ってもらえますよね。はい。で、その大きさをしっかり把握しておくことっていうのは、かなり重要なことなんですよね。だいたい360なので、これが150-60なんですよね。高さをこう合わせた感じで切り抜かないということで。はい。切り抜かないと、こんな感じで表示されます。で、アイコンですね。48-48ってなってますけど、これ、サイトアイコン登録した人は、ここで登録する必要ないですね。はい。で、ヘッダー画像ですね。1980×624 ピクセルの画像を使うと、最もうまくいきます。ね。1920×1280 とかはね、結構サイズ的によくあるんですけど、1980に、うまく合わせる画像っていうのはなかなかないんですよね。なので、2000ピクセルぐらいのものを選んで、アップロードして切り抜く方が、すごく早いような気がしますね。これが、2000ピクセルオーバーの画像なんですけど、これを選択して切り抜く。こんな感じでですね。公開としてですね。横幅が大きいとね、横幅無視して高さだけをちょうど切ってくれるんで、すごく助かったりしますよね。で、こちらはレイアウトを、設定できるようになりましたね。
で、こちらはサイトタイトル。で、モバイル。で、ヘッダーのアラートボックス。で、ヘッダーメニューのアイコン。10個選択できません。こういったものですね。こういったのはね、自在に選べるようになってます。まあ、これがね、ヘッダーっていう設定になります。で、あと、フッターですね。まあ、ここでレイアウトを、こう、ね、設定したりですね。これ、クレジットですね。で、こちら、フッタロゴもそうなんですけど、まあ、同じ、ロゴで対応しようかなと。こんな感じで、ね、表示されます。で、ウィジェットのタイトルですね。まあ、背景画像を知りたりすることもできて、背景色は変更図が可能になっております。まあ、背景色変更したらね、文字の色なんかも合わせて変えてもらわないと大変です。で、メニューに対するアイコンですね。で、アイコンはですね、フォントオーサムの、4K のアイコンが使用可能なんですよね。なので、まあ、カスタマイズとかしていって、ボケになった時に、まあ、書き換えるのが大変苦労するだろうなと、そういうふうに思っております。まあ、ここまでがですね、フッターの、設定になります。1、2、3、4、5、5種類あります。あれね。まあ、一つ一つの項目がね、すごく、項目数多いんで、まあ、最後まで行くまでに、かなりの設定をしなきゃいけないんじゃないかな。ね、そんな風に思います。やっぱりね、こういう、AMP のテーマに、よくある、やはり細かい設定が必要。で、やはりですね、そんなに簡単に設定終わんないよっていうぐらい、まあ、正直数があるっていうのがですね、この AMP のテーマ、AMP に対応したテーマの特徴でもあります。多機能っていうことはですね、その機能について理解してないと、そのテーマを利用するユーザーがね、機能について理解してないと、
先に進めないですよ。だから最低限その、何のためのこれは設定なんだということをですね、ちゃんと覚えておく必要があります。はい。ではですね、次はサイドバーですね。で、まあ、サイドバーね、基本的にはなしか左か右か、この3種類が選べるようになってるんですが、まあ、一番オーソドックスなのは、右なんですね。はい。で、まあ、それどういう風にされるかっていうところをこう選んでいただければと思います。で、あとね、タイトルのね、フォントの太さとかサイズ、こっちが太さですね、サイズ。で、色、位置。まあ、こういったところをね、細かく、こう、設定できるんですね。で、まあ、背景画像は、まあ、基本的には僕はもう、文字に被るのが嫌なので、一切使いません。で、背景色。背景色はね、基本的に、まあ、白にすることがほとんどです。で、まあ、白がね、一番無難なんですよね。はい。まあ、サイドバーだけ色を変えたいとかね、そういうことでしたら、デフォルトのままでもいいと思うんですが。で、あと吹き出しが使えたりします。ね。で、吹き出しの色とかね、そういったものが、こう、設定できたりするんですよね。まあ、これがね、サイドバーっていう部分です。で、インデックスですね。で、インデックスのね、レイアウト。こういうね、グリッドレイアウトとか選べるようになってますよね。この辺はね、皆さん自由に選んでいただいてもいいと思うんですけども、要はね、インデックスっていうのは、アーカイブページとかですね。で、ブログ一覧とか、カテゴリー一覧を表示するようなページでの、記事の表示の方法をこう聞いてるっていうふうに、まあ、認識していただければと思います。で、カテゴリーと日付の表示方法、ね、シンプルデイズスタイルと典型的っていうのがあるんですけども、まあ、シンプルデイズスタイルってどういう、感じなのかな。この辺がね、よくわかってないんですけども。まあ、この辺もね、おいおい、ちょっと、こちらの方をね、更新して、ちょっと見ていこうかなと思ったところなんですけども。まあ、こっちにね、まだ何も、こう、表示されてないので、なんとも言えないんですが、まあ、この辺のね、カテゴリーを見たら、まあ、こういう感じでね、まあ、これがシンプルデイズスタイルなのかっていうところでちょっと見てるんですけども、はい。まあ、これもね、なんかアメリカ式の、表示方法になってるので、まあ、典型的なものに変えたらどうなるのかな。っていうところなんですよね。で、まあ、こういうところでね、確認しながら、しっかり、こう、やればですね、典型的っていうのはこういうところなんですよね。で、まあ、これ見ててね、あれって思われる方いらっしゃると思うんですけども、投稿者のね、表示がないですね。はい。まあ、逆にありがたいことなんですけども、で、こういう風に見たときにね、まあ、3カラムのグリッドレイアウトの場合は、こう、表示スタイルをね、3の倍数に変更するっていうのも、一つの方法ですね。はい。3の倍数にしとかないと、ここだけなんかバカみたいですもんね。で、まあ、これは簡単に変えれますので、後で変えるとしてですね。こういったところをね、全部、こう、設定していくっていうのがね、一つの方法なんですよね。で、
蒸気設定の記事数っていうのがですね、3、グリッドなので3の倍数で6とか9とかにしとくわけですよね。で、シンプルデイズスタイルは、こういう形になるんですよね。で、ここでもね、まあ、いろんなパターンを選べるんですけども、まあ、典型的にしたので、ここはちょっとスルーします。で、あと抜粋ですね。で、抜粋は、どういう風にするのかっていう部分をここで決めます。で、次に投稿者の表示ですね。で、もうここで非表示にしとけば、もう表示されることありませんので、まあ安心していただいていいのかなと思います。で、タイトルですね。で、タイトルは、この辺で、ちゃんと自分自身で装飾を、された方がいいかなと、思います。まあ、これがね、インデックスの設定ですね。で、あと、投稿ですね。で、サムネイルに関して、表示するのかしないのか。まあ、表示した方がわかりやすくていいかなと思うんですけどもね。で、あと、日付ですね。日付はどういう風にするのか。ね。まあ、投稿日と更新日、両方ある場合は両方、ね。日付のアイコン、更新日のアイコン、ね。まあ、こういうふうに、こう、しっかりね、決めておかれる方がいいかなと。で、投稿者ですね。投稿者は、これ、非表示に変えます。はい。まあ、こういうところでね、ちゃんと、セキュリティの設定やっとかないと、あと大変ですからね。要は、表示にしますと、ワードプレス ID が、丸分かりになりますよっていうことなんですね。そうすると、あとパスワードだけなんで、総当たり攻撃を仕掛けられる理由になるわけですよね。はい。そういったね、セキュリティを、しっかり、知っておいてくださいということでね。私のところでは、常に非表示にしかしません。そこから何かあると困るので。はい。で、カテゴリー&タグですね。で、まあ、これ、アイコンの設定だけですね。はい。で、セクションの並び替え。ね。こういったところをね、どういうふうに並び替えるのかっていう部分を、ちゃんとドラッグで、並び替えしておくっていうのも一つの方法ですね。で、記事のタイトルですね。フォントサイズやタイトルの色。ね。そういった部分をですね、こう設定することが可能です。で、記事の見出しですね。見出しなんかもここで設定しとくとね、いろんなことが、こう、可能になってきますよね。はい。H4 とね、H3。H の2から3、3、4までね、こう設定ができるわけですよね。まあ、よく使っても4ぐらいまでなのでね、5ぐらいまで使う人もなかなかいないですね。で、次にパンクズリストですね。はい。で、まあ、ツリーアイコンとかね、そういったものを、こう、ちゃんと、こう、表示してですね。パンクズリストは、ちゃんと表示する方が絶対にいいです。まあ、この辺ね、非表示しないようにしていただけるといいんじゃないかなと思います。あと、コメントですね。はい。まあ、コメントをね、入れないようにする方もいらっしゃいますけどね。まあ、これがね、投稿に関しての設定になります。まだ結構ありますね。で、固定ページですね。固定ページ、サムネイル表示するかしないか。
で、まあ僕は固定ページの場合はサムネイル表示させないんですよね。で、日付ですね。はい。日付はね、左で、更新日がある場合は、ね、こういう風に設定します。投稿記事とはね、ちょっと固定ページっていうのは、ものが異なりますんでね。で、投稿者はもう当然のごとく非表示です。で、カテゴリー&タグとかですね、セクションの並び替えなどですね。まあ、これが固定ページです。で、ヤーマンアドオンズ、ね、目次、色とかそういったものをね、どういう風にしていくかっていう部分なんですよね。はい。で、まあ、目次とですね、ページビューですね。で、アクセス数を表示するのかしないのかとかね。そういった設定が可能になってます。で、ヤーマン作成プラグイン。これ何かなっていう感じなんですけども。はい。まあ、プラグインのインストール。なんですよね。で、まあ、ワードバルーンの吹き出しのね、プラグインとかですね。今これ無料で3つぐらいしか使えないんですよね。はい。で、あとメニューとかですね、ウィジェットの操作になってきます。で、ウィジェット結構あるのでね、上手に使っていくっていうのも一つの方法ですよね。はい。で、ここが追加スタイルシートなんですが、まあ、追加スタイルシートあんまり使わないですね。で、関連記事。関連記事は、これジェットパックで設定するようになります。で、まあ、評価っていうのはね、もう、僕はスルーしますので、ここまでが、カスタマイザーで設定できるところになっていきます。で、まあ、今設定したものはね、反映して、まあ、こういうような形にはなってるんですけども、ここにですね、何も表示されてない。ね。まあ、要はね、固定ページで、自分で作っていかなきゃいけない部分なんですよね。で、サイドバーはちゃんと、こうやって表示されてるということでね。あと、ここのフッターにもね、ウィジェットありましたので、いろいろ表示できるものがあるとは思うんですけども、はい。いろいろね、まあ、どういう風にしていくのかっていう部分をね、やっぱりこういったところでね、全部表示させて、一つ一つ確認していくっていうことがやっぱり大事な部分なんですよね。で、やっぱりこういうね、感じでパンくずが表示されるとか、こうやって日付が表示されてるとか、ね、まあ記事タイトルがこういう風に表示されてるよとか、やっぱりあるとですね、やっぱり今後どういう風にやっていけばいいのかね。で、ここはですね、あら、なんかちょっとおかしいな。でね、ここの部分はね、すごくいいと思ってるんですね。ちゃんとね、アイキャッチ画像を表示してくれてね、前の記事、次の記事ってやってくれてるんで、すごくわかりやすくていいと思います。で、まあ、ここがね、記事の投稿者の、ところなんですけども、まあ、いろいろね、こうやって、プロフィールから引っ張ってきて、表示してくれてるんですが、リンクになってないのでね、
まあ、ここはいいんじゃないかなと思ってます。はい。これがリンクになっていれば問題なんですけど、リンクになってないっていうところがね、やっぱり、そういった部分をね、ちゃんと考慮されてるなっていうところを感じますね。まあ、このカスタマイザーをね、終了してですね。あとメニューをね、まあどういうふうに設定していくのかっていうね。三つ、こうやってあるんですよね。はい。で、まあこういったね、ソーシャルのメニューとかは、2メニューに入れてみるっていうのも一つの方法なんですよ。ね、まあ、こういう設定がなくてもね、表示する方法はいっぱいありますんでね、まあ、ちゃんと置いといた方がいいかなって。こういうふうにね、表示するっていうことでね、2メニューでね。で、まあ、もう一つね、ヘッダーのサブメニューっていうのがあったりしますけども、まあ、ヘッダーのサブメニューにした場合にどう変わるかっていう部分をね、ちょっと見てみようかなと思うんですけども、はい、こういう感じでね、全部、こう出てくるんで、まあ、これはこれでいいんじゃないか。で、まあ、これね、フォントアイコンのものをこうね、代わりに入れとけば、ちゃんと表示しますんでね。はい。まあ、こういう形で、やるっていうのも一つかな。で、ここをね、変更しましてですね、このフッターっていうメニューをこう表示させるとね、こういうものがあるんですけど、これをフッターメニューに、登録するとですね、さっきソーシャルが表示されてたところにですね、表示されるようになると思うんですけども、ね、こういう感じで、まあ、だいたいバランス的にも悪くないな、ね、そういうふうに思います。まあ、あと、ここのカスタマイズだけですよね。で、まあ、そういったところをね、どこでやるのかっていうところと、ちょっとウィジェットを先に見ときましょうかね。で、ウィジェットはですね、フッター3カラム、ね、カスタムホームページは、これウィジェットで構成していけるかなっていうところ。で、ページネーションの上。まあ、これはね、ぶっちゃけ広告入れたりする場合によく使ったりしますよね。はい。で、投稿ウィジェット1から5まで、ね、まあ、これがどこに、表示されるのか。で、あと固定ページウィジェットですね。で、ヘッダーの上に何か追加できますよ。ヘッダーにも何か追加しますよ。で、ヘッダー下ですね。で、インデックスリストの間に、表示できるものがありますよ。ね。で、まあ、この辺を出してるってことは、まあ、アドセンスをどこに入れるかっていう部分を想定されてるんじゃないのかな。ね。そんな風に思います。ということでね、まあ、ざっくり、ちょっと、ウィジェットをね、見てみたんですけども、あと、シンプルデイズからの、ウィジェット本体っていうのが、ここら辺にあるんですよね。はい。で、まあ、途中でね、文字が切れてるんでね、
分かりにくいんですよね。で、まあ、これがカスタムホームページ用グリッドとかってあるんで、まあ、これカスタムホームページの中に入れてもいいのかなと思ってるんですけども、まあ、こんな感じですね。ね、まあ、3列の6、まあ、これ9にしてもいいわけですよね。保存ボタンを押して、これ閉じないとですね。ね、まあ、これ2列のカテゴリーとか、カテゴリーを表示するっていうところなんですよね。で、サムネイルのカルセル表示っていうのをね、入れたりできますんで、これをちょっと入れてみようかなと。で、まあこれなんかもね、まあこういう風な形で、これを上に上げたりすることができるんですよね。すると、ここでね、設定したことがこちらに反映されます。ね、ここでカルセルが、こう、動いてですね、はい。こちらに、下に、こういう風な、グリッドが表示できるのでね、まあ、これで形になりますよ、ということですね。はい。まあ、ウィジェットだけでね、ほぼ終わっちゃったんで、まあ、それはそれでいいかなと。で、あと、まあ、使えるウィジェットがあればね、どんどん、使っていただければと思います。もともとワードプレスについてるウィジェットと、ジェットパックによるウィジェット。で、シンプルデイズが、もともと用意したウィジェットがありますんでね。その辺組み合わせて上手に使ってみるのも一つの方法だと思います。ということでね、今日はいつもよりね、長くなったはずだとは思うんですけども、このシンプルデイズ、AMP にね、対応したページ、ワードプレステーマになっております。これ無料で使えるってね、結構ね、これ、有料の機能じゃないのっていうところとかあったりしてですね。これをちょっとカスタマイズしていくのちょっと楽しそうだな。まあ、そんな感じで思っております。皆さんもこのシンプルデイズをね、こう、自分のページに当てはめた時にね、どういう風にしていきたいかっていうのをね、考えてみられるのもいいんじゃないかな。そんな風に思います。ということで、今回はシンプルデイズを紹介させていただきました。また次のテーマでお会いしましょう。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応でサポートさせていただきます。熊八ラボが LINE アット始めました。Zoom サポート、レンタルサーバーの初期設定無料クーポン付きのラインアットです。ワードプレスの最新情報がわかるラインアット。友達追加よろしくお願いいたします。また、ワードプレスの最新情報が動画でわかるワードプレスで自社サイトを作成チャンネル。チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。